中京 TV スポーツ。ありがとうございます。そうですね、一番はやっぱり素直に嬉しい気持ちが一番です。今日はどんな気持ちで指名を待っていましたか？そうですね、ずっと選ばれるかなって待ってて、で中日ドラゴンズさんに選んでいただいて、やっぱり嬉しいですね。お母さんとお姉ちゃんと3人で見てたんですけど、もう3人で喜びを分かち合いました。お母さんとどんな話をしました？もうやったみたいな感じです中日ドラゴンズはどんなイメージですか？そうですね、中日、なんて言ったらいいんですか、なんて言ったらいいちょっと硬いイメージがあります名古屋に関してはどんなイメージがありますか？いや、あまり何もないですね今まで行ったこととかはありますか？あ、ないですこのプロの舞台で対戦したいバッターはいらっしゃいますか？あ、巨人の岡本和真選手ですね。対戦したい理由があれば教えてください。やっぱりその日本を代表するバッターなので、自分の球がどれだけ通用するか試してみたいです。プロの舞台で憧れのピッチャーはどの選手？菊池雄星投手です。菊池選手のどんなところに憧れがありますか？そのピッチングスタイルもそうなんですけど、やっぱりメンタルが強くて、ここぞという場面で抑えられるのがすごいなと思ってます。福田選手のアピールポイントはどんなところになりますか？一番はやっぱり直球が強いところです。そしてこの、履正社高校での話をお伺いしたいんですが、この3年間で履正社高校で学んだことはどんなことになりますか？野球もそうなんですけど、やっぱり一番は人間性のことを田先生からよく言われていたので、やっぱり人間性が一番かなと思ってます。そしてこの3年間で特に心に残っている思い出、どんなことになりますか？やっぱり大阪桐蔭戦で完封したことが一番の高校生活の思い出です。そして今日はチームメイトの皆さんも、福田選手が指名された時もすごく皆さん喜んでいましたが、チームメイトにはどう報告したいですか？やっぱりチームメイトがいなかったらここまで来れていないので、ほんまに感謝の気持ちでいっぱいです、はい、そして夢のプロ野球選手になる入り口に立ちましたが、一番感謝を伝えたい方は誰になりますか？やっぱり一番はお母さんですね。どんな理由から感謝を伝えたいですか？もう一回いいですか？どんな理由から感謝を伝えたいですか？そうですね、やっぱりお母さんがいなかったら、やっぱりこんなに成長してないですし、怪我した時とかも毎朝笑顔でお見送りしてくれて、ほんまに感謝しきってもしきれないぐらい感謝しています。改めて福田選手にとってプロはどんな舞台になりますか？やっぱりレベルが高い人の集まりなので、その中でどれだけ通用するか楽しみです。最後にプロでの夢、目標を教えてください。日本を代表するピッチャーになって、履正社高校に誇りと思われるようなピッチャーになりたいです。Thank you.